えー、青木優奈選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました、えー。憧れだと言っていたシニアの全日本いかがでしたか。滑り終えて。と三年ぶりっていうこともあって、あのなんか前よりも楽しさの方が大きかったんですけど、ショート良かった分フリーでちょっと緊張が出てしまって、最初のジャンプがちょっとあの飛べなかったのがすごい悔しいです。また演技時間が四分というところもいかがですか。その。 とやっぱりジャンプは増えないにしてもその時間が伸びてこれはシークンスが入ってっていうのをでやっぱ体力的にもあのきつくてやっぱシニアの選手ってすごいなっていうのを改めて感じました,ただそんな中でスピンはレベル4を揃えましたと、うん、そこはちゃんと練習してきたことができたので良かったかなと思います。 今までいろいろあった中で、まあ、苦しんだ時期もありながらここにたどり,たどり着いての演技改めて振り返っていかかがでしょうかとやっぱりショート良かったのが大きくてやっぱりフリーであ,のあんまり納得いく演技ができなくてノーミスというのを目標にしていたのでそれができなかったのが今は悔しいです。まず悔しさが一番ですかそうですすかそうね今は さが一番なんですけどでも、こんな大きな舞台で楽しめたので良かかったかなって思います次に向けてまた試合を次に控えています、えー、今後、どうやって戦っていきま,すかとまた1月末から試合が入っていくので少し休んでからあのまた切り替えて今回できなかったそのフリーショートはだいぶ自信がついてきたんですけどフリーはまだ自信がないのでそのところでジャンプが入るようにしていきたいなと思います。 ゆっくり休んで次に備えてくださいはいお疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございました